山口大学医学部附属病院では、国立大学附属病院として初となる2回目の再開発整備事業に着手しており、主要機能を集約した新病棟を建設しました。心地よい空間づくりの取り組みとして、病院内には多くのホスピタルアートが取り入れられています。総合周産期母子医療センター、ハイリスクな分娩を受け入れる設備を強化し、地域の医療機関と連携して県内全域をカバーしています。地上60メートルに設置された屋上ヘリポート、緊急用エレベーターで先進救急医療センター、手術部、集中治療部、総合周産科母子医療センターへダイレクトに搬送します。従来の手術室としての機能と血管造影室としての機能を兼ね備えたハイブリッド手術室。心臓や脳などの高精細な画像をリアルタイムで確認しながら血管内治療を行うことで、手術中の患者さんへの負担を減らします。MRI 装置と手術室を連結した最新式の MRI 手術室。手術中に MRI の撮影をすることで、明瞭な診断とスピード感のある治療を行います。ロボット手術室では、体に小さな穴を開け、ロボット手術支援システムを用いて内視鏡手術を行います。拡大された 3D 映像を見ながらロボットアームを操作することで、より出血が少なく高精度な手術を行うことができます。術後の患者さんに高度な集中管理を提供する集中治療部。病床を16床整備し、24時間体制で患者さんをケアしています。先進救急医療センターにはサーカディアンルームが整備されています。外の環境に合わせてコントロールされるサーカディアン照明システムによって、入院生活で乱れがちな生体リズムの維持を図り、生活サイクルの安定化をサポートします。病院内1階のオーディトリアム、最大344席収容可能なホールとして、ふれあいコンサートや学会セミナーなどを開催しています。災害時には机、椅子を収納することで、約200平方メートルの災害用臨時治療スペースとして使用でき、速やかに災害対策本部を設置する体制も整っています。山口大学医学部附属病院は、山口県の中核医療機関として、さらなる充実を目指していきます。